闇沢浦和の激ヤバ不動産講座。はい、ということで、いやー、もう激ヤバ不動産講座はですね、もう世の中に実在する激ヤバな不動産を紹介して、もっと不動産は楽しもうと、そういう情報をお届けする企画です。今回、はい、3回目ですね。もうだいぶ慣れてきましたかこのテイストに。記念直人感に慣れてきました。でもああいう方法がバレちゃったら、はい、その闇沢さん稼げなくなってくるかもしれない。いや、闇沢はですね、すごいニッチなところに行ってるので、こういうことって実はですよ、大手の不動産会社も大きい括りではやってらっしゃいますから、なんていうんですか、民間レベルの一人がちょっとお亡くなりになったからとかっていうところまで入ってこないんですよ。でも一般の方が真似しても全然いいですよ。私は出していきましょう。もう、はい、そして今回の講座はこちら、地上げの苦労話。はい、ということでですね、まあ地上げっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、やっぱ地上げ屋さんなんですか。地上げ屋もやってます一部ですね。それは全体のポートフォリオの中の一部です。地上げっていうからなんかこうね、角が立つというか印象が悪いんですけど、複雑な土地の権利関係をまとめてるっていうことです。わかりやすく言うとですね。あ、いい風に言いますね。いや、これ土地は120坪ぐらい全体であるんですよ。120坪というとなかなかじゃないですか。これだいたい坪単価3、400しますので、その120坪の土地の中に道路を入れるんですね。道路を入れるって意味わかりますよ皆さん。いや、わかんないですよ。不動産を建築するためには、ま、道路建築基準法上の道路に2メートル以上接続してないといけないっていう決まりがあるんですね。これはもうルールです。それを守ってないと、いわゆる自治体の建築指導課に行って建築確認という許可を取ることはできません。道路って4メートル以上必要なんですよ。それはなぜかっていうと、火事になった時に消防車が通れるようにその確保しているっていう、消防車両がちゃんと通れる道を確保していなさいということがあってですね、で4メートルの道路を通してそこに対して2メートルずつ接続するように家を6個建ててるんですね。はいはいはい、ここまでついてこれてますか。はい、わかります。絵に描いた方がいいですか。また絵に描いてください。そんなに時間取ってないんで絵心生まれてませんけど大丈夫ですかじゃあ分かりました。はい、ちょっと絵に描きますね。いい感じに描いてくださいよ。ああ、もうもちろんです。皆さん道路って見慣れないと思うんですけど、分かりますかね、見方。道路があった、あ、これ間違えてるな、すいません、間違えました一致して、重要ですよ。重要ですよね。わかります。道路に、本当はこの道路にここを 接動してる間口あるじゃないですか。それだけを使って家建てようと思うと、この120坪ある土地に家が、まあ、2個か3個しか建たないんですよ。はいはい、その自分の敷地の一部を使って道路を作ることによって奥まで家が建てれるようにしたんですよね。なるほど。4つ並んでる、分かります。その仕組みって、道路、本来の道路、これ建築基準法上の道路、これ位置指定道路っていう道路を、さらに本来の自分の敷地の中の一部を道路として提供して奥まで建てれるようにしたんですよ。この6個ある家なんですけど、これが2個ずつ基礎がつながってるんですよ。わかります。連棟式になってるんですよ。連棟ってわかりますかね。2個ずつ基礎がつながっているので単独で建て替えできないわけですよ。この人が建て替えしたくても、この人が建て替えするの嫌だったら建て替えできないじゃないですか。オーナーが違うから。そうです。でも基礎がつながってるんで嫌がりますよね。基礎半分壊されたら、こっち側の人が、こっち側の人の基礎を半分壊したら、この人にとってはちょっと不動産の価値が毀損するので嫌じゃないですか。ってことは単独での再建築不可という物件なんですよ。っていう権利関係が複雑じゃないですか。それを6個私が全部買いましょうと。そうするとですよ、
今ちなみに半分持ってるんですけど3つ。あ、もうすでに3つ持ってる。はい、持ってるのはこの奥のこの2つとここ持ってるんですよ。あ、これちなみに全部あの駐車場付きです、はい、車3台止めれてね、いいんですけど、あと3つ、はい、ここがポイントですよね、はい、ここ上げちゃえばこの4つ上がるじゃないですか、はい、そうすると実はまあ建て替えはできるようになるんですよ。それじゃつまんないじゃないですか何が、なんでつまんないかというと建て替えられるってどの部分は解決するんですけど、もっとここには美味しいっていうとあれで表現がちょっと分かんないですけど、この道路として提供した部分っていうのがあって、道路っていうのを配道することができるんですよ。そのためには権利を1分の1にしないといけないんですよ。今6分の3持ってますけど、で残りこの3つですよね。ここの3つを変えると、ここ3つしか買ってないのにここ全体が手に入るんですよ。この道路部分がまるっと、持ち分上は3つ持ってるんで6分の3分の道路持ってるんですね。すでにこの道路全体を宅地に戻すには残り3つも買わなきゃいけないと。どれぐらい面積増えるんですか、土地の。それぞれが土坪ぐらいしかこれないんですね。だから60坪じゃないですか。120坪あるんで60坪分道路なんですよ。それが要は倍ですよね、手に入りますでね、この3つもちろん今ね上げるために一生懸命頑張ってるんですけど、苦労話言ってましたよね。ええ、それが大変なことになってまして、まあここはですね、実はすごいポイントなの分かりましたね。ここは要なんですよ。ですよね。そうすると L 字が なりますもんね。はい、ここちなみにここすべて この4つとここは車止められるんですよ。ここだけ狭いじゃないですか、はい、車入んないんですよ。だこの家は駐車場もなくて一番この中では価値が低いんですよ。まあそれを知ってか知らずか、ここに住んでらっしゃる方今80過ぎのおばあちゃんなんですけど、でも息子さんはね売る気満々だったんですよ。もう結構な金額を提示したので、この価値が一番低い割には他と同等の金額で買いますよと。最初の頃はあのお姉さんがいたんですよ、さらにややこしいんですけど、でお姉さんがその時入院されてて、でまあ退院した時の受け入れ先がないと姉も寂しいでしょうからってことで、そこでちゃんとあの退院してうちで引き取って、まああのその先がちゃんと見通せたらもう売りますよって言ってたの最初は、はいはい、そうするとね、お姉さん病院でそのままお亡くなりになったんですよ。そしたらちょっと姉の死に際して私もちょっと行く末を考えたと。ここを売ってしまったら私はどこに帰ればいいのっていうことが始まりまして、私はここで生涯遂げたいということになってですね、今塩漬けになってます。ああ、でも苦労話っていうのはこの敷地内道路ってなってますけど、ここに花壇があって、はい、お花とか 木が植えてあるんですよ。でそこに水をあげていただくもんですからどんどん伸びていくんですよ。で私届かないからってことで、もうおばあさん届かないので木がどんどん伸びちゃって、で隣からクレーム来るんですよね、はい、それを切ってます。媚び売ってる自ら。いやいや媚びは売ってませんけど、まああの人間関係を作ってますねあのお兄さん木を切ってくれるという、時々電話かかってきてシーズンになると年2回は切ってます。それでもいろんな意図はありますよね。それもちろんあのやっぱりあの人にこうお願い事をしてるとね、なんかこう申し訳ない気持ちって人間生まれるじゃないですか、はい、でまあ何かあったら私に売ってねっていう、まあ予約権みたいなことをやってるわけですよ。でここの方一番手前のがスナックのママなんですけど、はい、70手前ぐらいかな。この方はあの売りますってことで、はい、一回引っ越してくれたんですよ。はい、まあ、あの息子夫婦が近くに住んでるからってことで、はい、あそしたらコロナになっちゃって、その息子夫婦、まあ、嫁さんの方がですね、万が一私がコロナに罹患してお母さんに移してしまって亡くなりでもしたら私責任が取れないから出てってくれたらしいになって、ここに戻ることになったんですよということでまた
はい、そうなんです。でこの方猫飼ってまして、はい、でその猫のですね、猫ってなんかこう、まあ、出かけてって帰ってくるじゃないですか、はい、でそのなんか猫の道があるんですかね、ちょっとこの辺道が悪くなってるんで猫が通りやすいように整備しました。はい、でこの2つがもう完結したら残り1個じゃないですか、はい、残り1個になったらもうあとはお金で解決しようかなと思ってます。この方は猫住んでないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それ見つかってるんですか。一応相手方の連絡先も一応もう携帯番号までゲットしてまして、なんか会社さんがねもの経営者みたいで、でまあまあ経営にいろいろあるじゃないですか、いい時もあれば悪い時も、悪い時に売ってくださいって言おうかなと思って。その資金に当てるとどうですかっていうことで。白いですね。これはい。単純に資産価値というか。これだからまあ壺300で買い取ってもらった時に3億6000万じゃないですか。400万だったら4億6000万ですよね。でこれ1個あたりいくらで買ったかっていうのは言えませんけど、3000億6000万で売れたらどうですか。すごいですね。高額納税者になれますよね。今日一番悪いからな。そうですか。まあいろいろ想像したとにやけちゃいますよね。まあということでね、本日は以上となりますが、どうですか。なんかやり方としては昔の昭和の頃にいた闇社会の方とやり方が違います。ああ、もう私は全然表でやってますので、まあいや当時もいたと思いますよ。そうやってソフトにまとめたりっていう。ただまあなんかちょっとね、地上げっていうとなんかこう居座って。なんかお前ちょっとなんだ俺の様の土地だ入ってくんなみたいな感じでっていうのイメージありますけど、まあ令和の地上げ屋というか、まあ複雑な権利関係のまとめ屋さんとでも言いましょうかね、ということでやってますので、すごいソフトです。支持得られそうですかねこれ。いやすごい、なんかなるほどっていう見ててテンションあります。あ、もうためになるなとかなるほどなと思った方はチャンネル登録の方お願いします。以上、闇沢浦尾の激ヤバ不動産講座でした。さよなら。